皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は茨城県のお友達に向けた動画です。内容は3年生の理科自然の観察です。理科の教科書ノートを準備して聞いてください。前回は生き物は色や大きさ、形が生き物によって同じところや違うところがあるということを学習しましたね。ということは、同じ種類であれば同じような観察カードが書けるはずですね。そこで今回はお友達に2枚の観察カードを書いてもらいました。それがこちらです。さあ、この2枚のカード、2枚のカードはどちらが分かりやすいでしょう。動画を止めて考えてみましょう。どちらのカードもキャベツの花を描いていますね。どちらもよく描けていますね。どちらのカードも花の形がよく分かります。左側のカードは花だけではなく全体の様子も描かれています。他にはどこが分かりやすいですか？言葉や数字を入れているところも分かりやすいですね。右側のカードをもっと分かりやすくするためにはどうすればよいでしょう？絵の線は1本で描いた方がいいですね。キャベツのスケッチなので花に止まった虫は書かなくてよいでしょう。さあ、今の話を頭に入れてもう一回観察してみましょう。それでは今から虫眼鏡の使い方を確認していきます。お花など手に持てるものは虫眼鏡を自分の目に近づけ、花の方を近づけるように近づけたり離したりすることで見ます。もし手で持つことができないものは目に虫眼鏡を近づけて体ごと見たいものに近づくようにしてください。虫眼鏡を使っているときは太陽は目を痛める可能性があるので絶対に見ていけませんよ。皆さんはどんな生き物を観察しましたか？先生、こんな蝶々がいました。これはなんていう蝶々ですか？本当ですね、なんていう蝶々かな。どうすれば名前がわかるか一緒に考えてみましょう。それでは今日はどうしたら蝶の名前がわかるかなについて考えていきます。皆さんはどんな方法を考えましたか？はい、図鑑を見ればいいと思います。図鑑ですね。はい、インターネットはどうでしょう？インターネットですね。今、図鑑とインターネットと出ましたが、これらを使って何を手がかりにすればこの蝶の名前を調べることができるでしょうか？白い蝶を探せばいいと思います。白い蝶、白ということは色のことですね。先生、はい、羽の形が丸かったよ。形、羽の形が丸い形の蝶ということですね。はい、大きさは4センチくらいでした。大きさが
大きさが4センチメートルの蝶ということですね。他に気づいたことはありませんか？はい。白い羽に黒い丸い模様がありました。白いだけではなくて、黒い黒い模様があるということですね。さあ、それではこれらを使ってなんていう蝶か調べてみてください。皆さん、見つけられましたね。そうです、モンシロチョウです。それでは今日のまとめをしましょう。今日の問題はどうしたら蝶の名前がわかるかなでした。それに対するまとめが、図鑑やインターネットなどを使って色、形、大きさなどを使って探すことができるということがわかりました。皆さんも観察をするときには、この色、形、大きさをきちんと記録しておきましょう。それでは、さようなら。